コストは安いと考えております。で一方で、例えば八代、例えば仙台、こうしたところについてはフィーダー輸送をしていくということによって、この伊万里港区というものをこの西九州域における、北部九州域における、こうした機能を十分に発揮できるものにすることができるし、ぜひそうさせていただきたいと考えています。西九州港の優位性を改めてご説明させていただきます。まず一つが、これは今まで申し上げておりませんが、実は地震の発生確率が最も低いレベルにあるということでございます。地震の発生確率をそれぞれの地形に合わせて1段階から5段階に分けたものがございます。その中におきまして、この伊万里港区、唐津港区もそうでございますけれども、最も低いレベルに位置しております。震度6以上大規模地震の発生確率は 0.1% 以下となっているところでございます。まあ、今回どうしても日本全国どこででも地震の起こりうる確率があるんだということを考えますと、こうした西九州港のある唐津、そして伊万里が地震の発生確率が最も低いところに位置しているというのは優位性と言えるのではないかと考えております。